ののののルールーううちの死活ににおいいて良好に仮性一つを認めたという鎌倉時代判例日本棋院などの現代の囲碁ルールでは否定されている。この生き方は、月光の活の呼び名もある。図における、両鉱石があり、同じ盤面上に一丸と鉱を持つ白石がある。場合の、右上の白石の生死に関する問題。という考えの、 どちらが正しいかが問題となる。古今朝文集に当時の出来事としてこの問題の記述がある。1253年に法元無帽と行部坊という二人の層の対局にこの形が現れ、法元無帽は生と行部坊は死と主張して決着がつかず、当時の以後の神手と言われた。 備中方言春会に尋ねたところ、両校に稼ぐ一つとはゼナリと言い、さらに女仏に尋ねると、目一つ割といえども、両校のアラムには、史跡にあらずと述べられ、法もと無謀の価値と認められた。以後、これが、女仏の判決として伝え残る。1821年に、福山藩の儒学者、大田八郎が、家元四家にこの問題について問い合わせた。 本因母現状、安市徳選地、井上院佐、隕石、林本美、服部と飲宿が討議し、元武から、除仏費になりしと回答。これによりルール解釈が覆ることとなった。また、春海の述べた、火星の文字は、仮性火星、火星などとする説があった。明治時代になると、除仏の判決を支持する騎士が多かったが、 日本記委が1949年に制定した囲碁規約では部分死活論が採用された。1989年の日本囲碁規約改定では対局の停止後での死活確認の際における同一項での取り返しは行うことができないという規定によりこれが継承された。また中国ルール、台湾ルールでは項に限らず一局中において すべての同型反復が禁止されていることから主とされる。1959年の御制限、藤沢放送の三番勝負第二局において、五が全局死活論での対局を申し入れた。五が日本金所属騎士ではないために可能だった提案である。藤沢はこれを了承し、例外的なルールでの対局が行われた例となった。これは、 直前に行われた暮れ、高川各の本因坊3番号の第2局で、終局時に、公の手入れをめぐる、ルール解釈の問題が生じたことから、当時不合理な点の残る、当時の意ご規約見直しについての問題提起の一つで、あった、との見方もある。ありがとうございます。